管理者のためのスタートアップ講座申し込みの際に登録したメールアドレスに URLID パスワードが送信されますのでそれを利用してログインしてくださいログインすると左のような画面が表示されます管理機能にアクセスしてスマートブレーンの利用の準備を行います以下の3つの手順が必要ですコースを登録する。 ユーザーを登録するコースに受講ユーザーを割り当てるそれでは、順番に手順を見ていきましょう <noise>